私はシアン、未来から来て大学に潜入取材中。4月から始まった新学部、情報学部。1年時に ICT の十分野を必修で体験できるみたい。実際の授業に潜入する、リアル潜入レポート。第1弾はこの3つの分野を掛け合わせたゲーム AI を学ぶ。ユニティ MNO エージェンツっていう AI のセットがあって、2対2のサッカーゲームっていうのがあります。このキャラクターをサッカーができるようにしたいと思います。 AI 使って。ユニティは確かこの時代に流行っている歩いてモンスターをゲットするゲームとかにも使われてたな。 AI はいろいろなものが自動化できて便利なんだよな。リリース20のここですね。ここのダウンロードクリックしてください。環境構築はいつの時代もソフトを使う上で大事。インストールしたらコマンドを入力してユニティマークが出たら富士完了。みんなうまくいくかな。お、順調そう。どうかな。マークがない。これはエラーだ。何がダメなのかもわからない状態。わかる。ん？どうしたの？わからないときはその場でサポートしてくれる。これは心強い。お、この顔は？あ、ユニティマーク。嬉しそう。いよいよ学習開始。うまく得点を入れられるかな。お、動いてる。いい顔してる。これが AI の第一歩だね。ということで、一応私の方で今日やることは終わりなので、課題をね、手につけてください。この学習結果から AI の仕組みを考えるんだ。難しそうだけど、未来ではかなり役立つ知識だから頑張ってほしいな。やりたいことを見つける。できることに。